クラウチングスタートスタート前セットと言われた瞬間スタート直後ロンドン五輪陸上競技男子100メートル決勝クラウチングスタートとは陸上競技の400メートル以下の短距離種目で行われるスタートクラウチングはかがむという意味である手は地面につき一般的にはスターティングブロックを用いて利き足を前にかけた姿勢でのスタートを言うタイ語は スタンディングスタート。第1回オリンピックのアテネオリンピックにおいて、トーマス・バークが使用して、男子100メートル走で優勝し、広く知られるようになった。オン・イヤア・マークスの合図で、両手の指を地面につき、足のつく位置は、基本的に一足長半の位置に置く。前足側の膝を立て、後ろ足側の膝を地面につける。一般的には利き足を前側にする。 セットの合図で腰を上げて静止する。400メートル以下の競技においてはこの方法でスタートすることが競技規則によって定められている。様々な姿勢によるスタートが見られる1896年アテネオリンピックの100メートル競争スターティングブロックがなかった頃は左右の足の位置に穴を掘っていた。九百十九年発行の理論実際競技と遊技によると 後ろの方の足を置く穴は全部を斜面に交部を直角にして、靴先から三列目のスパイクが入るくらいの深さとし、前の方の足を置く穴はその逆とし、二つの穴はレーンの両側に平行になるように穴を開けていた。なおこの本では、膝姿と書いて、クラウチングというルビを振っている。なお、最初にクラウチングスタートを試みた選手の着順はビリであった。短距離走では、 スタートダッシュが重要であり、スタンディングスタートより地面に対する角を小さくすることで大きな推進力を得ることができる。ただ、滑りやすくなるという欠点があるため、陸上競技では地面に固定したスターティングブロックを用いて滑りを抑制する。クラウチングスタートは地面を蹴る時間が長くなるため、足を伸ばす力をより有効に推進力に変えることができる。 ただし、スタート時と加速時とで姿勢が大きく変化するため、正しい指導、練習がなければ姿勢の移行がスムーズにできず十分な効果を発揮できない。なお、公式競技などでは、スターティングブロックを掲示用の時計と連動させるシステムが用いられている。スタートの歴史は、最初、姿勢は全て何でもよかった。その中で、クラウチングスタートを用いた。 トーマスバークという人がしたのだ。とても早く優勝したことから世界中に知れ渡り現在では、クラウチングスタートが義務付けられている、同様の体制を取るボールパーソン。ありがとうございます。